85歳のおじいちゃんが作ったサウナが最高すぎました。まずこのサウナ室、サウナ小屋、ストーブなど全部一から手作りで作っていて、サウナーが求める最高のセッティングでした。他にもハーブブースをしてもらったり、整ってる時にバスタオルをかけてくれたり、音で癒されたり、サウナ後にソーセージを食べたり、特製ドリンク飲ませてくれたりと、ホスピタリティがエグすぎました。沼津のカクテルココモサウナは茨城県にある極厚サウナ、みんなも行ってみてね。